1995年5月、レヴィン・トレノはフルモデルチェンジを果たし、7代目へと進化した。型式名 AE111 と呼ばれるモデルである。AE111 は、先代の AE101 とは正反対に、バブル経済崩壊の影響を強く受けた。そのため、レヴィン・トレノの原点であるスポーティーさに立ち返る車作りを目指すと同時に、コストダウンにも意識が払われている。その結果注目されたのが軽量化で、 AE111 では徹底的なシェイプアップを実施。ボディは最大で70キロも軽くなった。ラインナップ上の大きな変化は、トップグレードに搭載されていたスーパーチャージャーエンジンが廃止されたことだ。これまでのトップグレードだった BZG は、先代で登場した自然吸気5バルブの 4AGE を搭載したのである。5バルブの 4AGE は、先代モデルからさらに熟成が図られ、最高出力165馬力、最大トルク 16.5 キロまで、そのパワーとトルクを高めた。つまり、先代のスーパーチャージャーモデルのパワーと並んだのである。AE101 から採用されたスーパーストラットサスも熟成が進められた。フロントにヘリカル LSD が新採用されたことで、一層曲がりに強くなり、トラクション性能が向上した点も見逃せない。1997年にはマイナーチェンジを実施。トップグレードの BZG は BZR と名前を変え、トランスミッションが6速マニュアルとなった。しかし、エアバッグや衝突安全ボディであるゴアへの対応がなされたため、当初シェイプアップされた車重はやや増えることになった。一方、この時期、若者の人気はコンパクトクーペから SUV やワゴンへとシフトしつつあった。2000年、トヨタは苦渋の決断を下し、フルチェンジしたカローナからレヴィン・トレノのラインナップを外したのである。